相対性理論っていう数式がある。で、数式がこの世を作っている。ね。で、我々の健康も実は正確無比な数式で成り立ってるんですよ。寸分の違いもない。ものすごくね、もうきちっとしたもので我々は出来上がってるんですよ。はい、皆様お元気でいらっしゃいますか。78歳スーパーツヤジジイ成田明でございます。今日も元気にいきましょう。今日はですね、健康法の中で一歩ね、ちょっと深いところまで、突き進んだお話をいたします。私がね、しつこいほど口から入るケミカルなものに気をつけろと私はね、何回も何回も言いますよね。じゃあこのケミカルなものに気をつけろっていう、その下にある本当の意味をこれから言いますね。でね、突然ですけどね、もうね、突飛のないところからこの話を始めます。相対性理論を知れば健康になる。ね、なんだこれやって思うでしょう。ね。実はですね、私は独学で一応ね、相対性理論の特殊相対性理論は一応ね、数式で解くぐらいまでは勉強いたしました。一般相対性理論の場合はね、加速系が入るからそこまではね、私は数式では解けません。だけど相対性理論に関してはほぼね、自分では分かっていると思っております。あと、それから先、どんどんね、最終的には、量子力学まで行きますけど、まあ、量子力学は、まあ、結果を見て、それで、ああ、なるほどな、っていうぐらいな感じですね。さあ、相対性理論を知れば、健康になる。ね。で、どういうことかって言いますと、相対性理論とか、量子力学とか、そういう数学的なことをね、学んでいくと、この世もね、数学的な厳密さで成り立っているっていうのがね、分かってくるんですよ。そこで、過去に書いたブログの中から、ちょっと読み上げますね。我々を形作っている原子も空間も何もかもが、寸分の狂いもない、正確無比な超厳密なメカニズムで出来上がっている。驚愕すべき正確さで全てが動いているのだ。まあね、これをね、具体的にね、どこからの私はね、そういうふうなことを確信持ったのかって言いますと、私は昔はゲーマーでしてね、ゲームをしょっちゅうやってたんですよ。その時ゲームやりながら、お、そうか、そういうことか、ということで、じゃあ読みますね。そうした正確さを知る手がかりはゲームの中にある。ゲームを何気なく人はやっているが、コントローラーで動かした通りにゲームモニターのキャラや状態は超正確に動き進行していく。ね。コントローラーやってたら、そのモニターのところにね、キャラとかもういろんな壊れたシーンとかね、いろいろありますよね。あるいはね、もうそのシーンはね、その中にあるソフト、アルゴリズム通りに動いてるんですよ。超正確無比ね、正確無比に動いてるんです。それからインターネットもそうだよね。インターネットっていうのも、もう全くね、そのアルゴリズム、そのね、中の仕組み通りにきちっと動いてるんですよね。こういうふうにね、現実世界、現実空間も全く同じである。相対性理論や量子力学にのっとって正確無比に動くのだ。これはね、もっと先になると、私の言う私がね、言うね、非風揚々理論っていうのがところに出ておりますが、空海原理と言われているものであります。空海原理っていうのは、この世のね、もう正確無比なその動きをね、まあ、いわば数式、数学的な感じでね、しっ
かりと動いてるっていうことでね。だからこの世も実はコンピューターの動きと同じように正確無比にこの世も動いてるっていうことよね。まあいわばっていうか本当だけど仮想現実ですね。仮想現実としてこの世は動いております。さてね、そういうことを頭に入れた上で我々の人体を考えてみようね。人体の中も寸分の狂いもなく動いている。こんなに人体の個体を維持するメカニズムが正確に作動しているにもかかわらず人は病気になるね。もう我々の体の中はね、もうコンピューターのアルゴリズム、ソフトとね、同じぐらいもう正確無比にこう動作してるんですよね。そんな正確無比に寸分たがわずね、きちっと動作してるんだったら、病気になることはないよね。コンピューターではバグとかね、そういうのはありますけど、ね、なんで病気になるかっていうことをこれからお話します。それはですね、人体を壊す、これまたね、超正確なメカニズムを持つ他の存在が侵入するからである。ね。これまたね、超正確なメカニズムを持つ他の存在が侵入するからであると。ね。じゃあ、他の存在とは何ぞや。ね。他の存在とは病原体や悪性新生物、がん、あと毒物、化学物質などのことである。これらのね、悪いものも正確無比な手順を踏んで人体を破壊していくのだ。ね。ここまで正確無比とね、私は正確無比、正確無比とね、何度も強調してきたのには理由があります。我々人間はね、病気そのものは悪であると思いたくなるが、一歩引いて神の目から見れば病気は当然な正確無比なメカニカルな現象でしかない。ね。病気の起こす病原体もね、悪性新生物も、それから外から入ってくる毒物も、それからね、我々に悪さするね、化学物質ね、食品や添加剤とかね、農薬とかね、そういうやつですよね。そういうやつも実はそういうやつのメカニズムで我々を壊してるんですよ。超正確なメカニズムで我々を壊してるわけですよね。だから神の目から見たら悪いやつらだっていうことじゃないんだよね。当然の生存してる物質なんだよね、メカニズムなんですよ。こういうふうにね、正確無比なメカニズムで人体は成り立っている。人体を壊すね、いわゆる我々が悪と言われるところから来るそのね、病原体やらね、そういう悪いやつらは、実は悪いやつらって今言っちゃったけどね、悪いやつらじゃなくて、そいつらも正確無比な存在なんですよ。正確無比に動いてるね、ただの存在なんですよね。はて、こういう見方をしていくと、病気はそれになるしっかりとした原因があるのだ。ね。病気になる原因がしっかりとした原因があるってことです。ただしね、ちょっとここで言っておきたいのは、私がこれから話すことは、先天的に病気になっていることは除外する。先天的にっていうことはね、もう遺伝子にもうすでに組み込まれていることから発した病気ね。これはね、個人がね、何かしようとしてもね、これはもう無理ですね。もう先天的にもう決まっちゃってるもんだからね。これから何か改善して、悪いもの食べないようにしようとかね、ケミカルなもの食べないようにしようとか、人間が頑張っても、遺伝子に組み込まれているものはちょっとね、それを治すっていうのは無理ですね。
だってね、よくね、人体の免疫作用もメカニカルな現象、病原体の方もメカニカルな現象、つまり双方とも寸分の互いもなく寸分の狂いもない超メカニックな、まるで数学的正確さで防御し攻撃しているのであるね。ここもね、正確無比なね、数学的な超正確なねメカニズムで、双方ともね防御したり攻撃したりしているっていうことね。それらのメカニズムの正確な全容さえ分かれば、肉体的病気は根絶可能となる。わしは将来病気はなくなるだろうと予測しています。ね。私がね、ここの YouTube でもう口を酸っぱく言ってることありますよね。はい、私成田明がこの YouTube でもう口から入るね、ケミカルなものに注意せよ、ケミカルなものは取るなってね、もう口を酸っぱくするぐらい言ってますでしょ。ね。それがなぜかっていうと、今話したみたいに、この世はね、もう正確無比な、数学的な、本当に正確に、そういうメカニズムで動いているっていうことです。ただのね、この病気とか、そういうとこだけじゃなくて、実際に、この世すべてがね、数学的な、正確無比な、メカニカルで、そういう仕組みで動いてるんですよ。これをね、直感的に分かっていただくには、いろいろ考えたんだけど、例えばですね、静かなね、風一つない、ちょっとしたこういう池みたいなところを想像してください。まあ、プールでもどこでもいいけどね。わし自然が好きだから、まあ、沼でも何でもいいよ。もうとにかくね、波風一つも立たない、風も吹かない、もう真っ平らなね、水面を想像してください。ね。はい、その水面で、なんかこっちの方で、ピチョピチョピチョってやると、こう波紋ができますよね、ずっとね。で、こっちもピチョピチョってやったら波紋がこうできますよね。こっちもポチョポチョって波紋ができますよね。今3つやったから3つの波紋ができて、その波紋同士が干渉し合ったりして、複雑なね、この湖面のね、こういう造形ができますね。その湖面の造形ができたところに、向こう側のいろんなね、映像、光がこっち来て、湖面のところではもう様々なね、この形ができますよね。それの、例えば今3つだったけどね、この世の中っていうのは、もういろんなそういう波面を作る原因がいっぱいあるんですよ。もう、3つどころじゃない。数万どころじゃない。数億どころじゃない。数千万。もう、キリがないぐらいね。いろんな波面の原因が、至るところで原因があるんですよね。まあだけどそんなにいっぱいやってね、やるともう表面がね、目で見てね、もうなんかわかんないけど、おそらくこんなにやるとぐちゃぐちゃぐちゃってって、もうもしかしたら平らに見えるぐらいね、なっちゃうから、そこまで話すとわけわかんなくなるから、まあ例えば、平らな水面で2箇所3箇所ぐらいピッピッピッってやる。波紋ができる。で、干渉し合って複雑な形が出来上がっていく。ね。この状態が、私が言っている、もう、超寸分たがわずね、メカニカルに、この湖面は動いてるっていうことを言っているんですよね。同じように、この世の中も、病気も、健康である体自身も、すべて、こんな風にして、ね、数理的っていうか数学的なメカニカルにのっとってこの状態がね今目にこう見えるっていうか現出しているっていうかね、そんな感じなんですよ。だから
健康であるっていうね、こうちょぼちょぼちょぼっとこう最初にやったやつ、健康であるっていうのが3つぐらいあったんですよね。3つぐらいあるとこに病気の元になる波紋ね、波紋をどっかでピッピッピッって言うと、その病気になる波紋がね、そこからぐわーっと広がっていくんですよね。病気のそのなんていうか、何でもいいよ、ね、そのピッピッピッってやってる悪いやつは病原体でもいいし、悪性新生物質がんでもいいし、毒物でもいいし、化学物質でもいいしね。化学物質っていうのは私がしょっちゅう言ってるケミカル、ケミカルっていうやつね、まあ、食品の添加剤とか農薬とかね、そういうやつのことを一応ケミカル、ケミカルって言ってるんですよね。そういうケミカルな、ここで波紋を立てると、そのケミカルなものがこっちの体から発したね、こういうね波紋にこう影響してくるんですよね。っていうことは、神の目から見たらね、こっちのケミカルな波紋も我々の健康な波紋もどっちが悪いってことじゃないんですよ。まあいわばね、これは当たり前のことなんですね。当たり前のこと、その当たり前なところに、まあ、当たり前なその病原体とかね、ケミカルなやつが入ってくるんですよ。だから我々のね、この状態が、いわゆる健康体から発している波紋が壊されていくわけね。だから私は言ってるのは、このケミカル的なものを、がんのね、原因のなるものね、そういうものを排除しましょうっていうことですよね。もともとそういうものを、悪い波紋さえ立てなければ、我々のこっちの健康のね、健康的な波紋は普通にこう波紋が広がってね、よくこう干渉し合ってね、うまく機能していくんですよね。そういうことを私は言ってるんです。だから食べ物においてね、要するに我々の健康体の中は、さっき言った健康的な波紋が広がってるんですよね。そこに健康じゃない波紋を入れると、健康体の波紋がだん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 ね、壊されていったり、影響されたり、変なね、干渉事象ができたりしてね、悪いの感じがね、おかしくなるっていうことなので、私が口を酸っぱくするほどケミカルなものは食べるなとね、ケミカルなものは食べるなってことは、ケミカルな波紋を生じさせるものは食べるなってことよね。じゃあその波紋とは何ぞやっていうのが、もう一番最初に戻るけど、これが数式的な、数学的なアルゴリズムと言われるものね。それからもっと、まあ、さっき言えば相対性理論とかね、量子力学とかね、そういう言われるものが一番ベースにあるんですよね。だからまあ私は相対性理論から、相対性理論はこの世全部を作ってるね、全部を作ってる相対性理論っていう数式がある。で、数式がこの世を作ってるね。で、我々の健康も実は正確無比な数式で成り立ってるんですよね。本当に正確無比、もう粒の違いもない、ものすごくね、もうきちっとしたもので我々は出来上がってるんですよね。だからそこに病気にさせるような、そういう悪い波紋をね、こちらにこう及ぼすようなことはするなっていうことです。はい、どうですか、相対性理論が健康を作るっていう意味、お分かりになりましたでしょうかね。ちょっとね、相当突飛な発想っていうかね、あれなので、成田明何言ってんだお前とかって言われそうだけど、実はね、本当にそうなんですよね。我々が健康を維持しているのも、正確無比なメカニカルな働き、動きで成り立ってるんです。で、病気のもとになる病原体やらね、それから毒素やらね、それからケミカルなものやらね、それががんやらね、そういうものは、そういうものもね、実は正確無比な働き、動きで我々に影響を及ぼしてるんですよね。そんならもう、そういうね、我々に影響を及ぼすものは
食べるな、入れるなっていうことです。それでもね、食品の中には、私がよく言うケミカル物質ね、ケミカル物質、添加剤とか農薬とかね、いろいろありますよね、抗生物質とかね、そういうものをね、とにかくわずかながらでも取り込んでるんですよ、我々はね。だけど、できるだけそういうのを取り込まないようにしようっていうことです。だから食べ物の時に、食べ物を見た時に、そういうものが入ってるかどうかっていうのに確かめながら食べる。それでも食べるよね。それにはどうしたらいいかって、悪いケミカルなものをできるだけ総量としてね、少なめにしたいんですよね。少なめにしたいから私は1日1食半なんですよ。ね。1日3食食べて、その総量がね、食べる総量がいっぱいあったら、それと比例してケミカルなものを食べてるっていうことよね。私の場合はね、1日1食半だから、ケミカルなものを食べたとしても、3食丸々食べる人から比べると、3分の1ぐらいしか取ってないんですね。さっきの湖面のね、波紋から見ると、こっちの悪い方の波面をね、出すね、その悪い波紋の元のケミカルなものが少ないっていうことですよ。本当はもうこういう波紋いらないんだけどね。というわけです。はい。どうでしょう。先ほどね、空海原理とかね、もうなんだかわけのわからないことを私が言いましたが、それはね、ちょっとだいぶ難しい分野に入りますんで、もしね、よろしかったら、私のね、空海原理を説明している本がありますんで、これを購入いただくと嬉しいですね。でその中にはね、こういう感じのことも書いてあります。さっき言った空っていう数式がありますね。この空海原理っていうもので、我々は全部できているんですよね。その空海原理、もう正確無比なメカニズムが、さっき言ったケミカルな食い物ね、あれも正確無比なメカニズムとしてあるんですよね。で、我々の体もメカニズムな、正確無比なメカニズムとしてあるんですよね。で、これらは全部、この空海原理っていうね、もう超メカニズムなね、こういう原理から成り立っているっていうことであります。さあ、今日もね、ここににゃんこちゃんがいます。ね。にゃんこちゃん。にゃんこちゃん。にゃんこちゃん。じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。また、私のところへ来てください。皆さんをね、にこやかに健康にしたいと常に願っております。皆さんがね、ニコニコして健康であるとね、私もね、嬉しくなんですよ。私はね、皆さんが健康でね、にこやかにして幸せでおられますと、私も幸せに感じるんですよ。ね。だからこの YouTube はね、いわばね、私の幸せのためにこの YouTube しているようなところもあります。ね。そちら側にね、あるのはただのカメラですよ。カメラがあるんですよね。でもカメラがあるけど、私の気持ちは、皆さん方がね、あ、見てらっしゃるんだな、と。いつもね、そういう気持ちでこうやって喋っております。ね。誰もいないのにこんなにこやかにしておかしいと思うでしょ？ね。だけど、まあ、ツイッターとかで見てますよとかね、いろいろね、コメントが来るし、それからこの YouTube をね、見られた方のその、統計も出るしね、あ、今日はそっか、50人いらっしゃったのか、とかね、なんだ、1ヶ月で1000人もいらっしゃったのか、とかね、そういうのがね、すごく励みなんですよ。だから皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。プチッとね。はい。じゃあまたね。はい。それじゃあよろしく。はい。今日のなんこちゃん。3人って言っちゃったな。
3方いらっしゃいます。はい、のんこちゃん。